日曜日ですけど皆さん元気してますか？ひなのんの卒業会終わりました。え、ひなのんさんアイドルされてましたよね。じゃあもう完全にアイドル卒業って感じかな。ボブじゃないよね。寒い、わかる、めっちゃ寒かった今日も。超芸術研さんハートありがとう。ワイサッピさん、なんだっけ、ケイトありがとう。うん、ソースイさんありがとう。あ、ひななさんか、ひなのんさんかと思った。ひななさんか。気になって気に、何どういうこと。あ、気になって気になって仕事が手につかなくて。仕事してくださいちゃんと。ひなのんは生誕祭してた。あ、生誕祭でね。あ、それであれか、みつほとか、あの言ってたよね、ピナコとか、あと京香さん。京香さんもじゃない、違うっけ。ひななさんの卒業終わったって、みんな見に行ったのかな。なんさんありがとう。ケイト、ゆうちゃんハートありがとね。ハマーさん、シゲオ007さんありがとう。ね、みんな、仲良しメンバーが集まってましたよね。ダンボールに足をぶつけてシップを貼ってるって、うわ、痛、めっちゃ痛いやつそれ。今日もアンテナ飲み会中ですって、いいね、日曜日だもんね。何、予想はバイクに乗ったなんですかって。あー、残念、バイク乗ってません。まだまだですね、寒いんで。ピンク亀尾さん、ヤスさんありがとう。ケイト、マチャさん、キラキラありがとう。このケイトを間違えて私が毛玉って言っちゃいそうなことは口が裂けても言えませんね。ごっちゃんありがとう。ケイトとハート。シュガキさんありがとう。正岡浩司さん、かわいい、ありがとね。ちょっとしてからここにテロップ入れますね。テロップなんて書こう、なんて書こうね。トゥ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 、シノハートありがとう。正岡浩司さんありがとね。GG ありがとう。ピンクカメオさん、バイク乗りたい、そうやって言われるとバイク乗りたいってなっちゃう。ドマさん久しぶりだ。しかもなんかあの懐かしのアバターに変わってるわ。ゆうちゃんありがとう。ケイト、のりおさんありがとう。あの発表って何の発表？何の発表よ、あの発表って。うん。ピンク亀尾さんありがとう。小判。さん、なーに？何ですか？全然ドキドキすることじゃないですよ。あ、
あたか、あたか配信、あったか配信かな。ありがとう、ダマさん。嬉しい。違うよ。タニアンさん、久しぶり。元気？ようこそ、サノルームへ。ボブだったら告白しようと心の中に準備してたのに、あ、ボブだったら告白してくれるんですね。楽しみに待ってますね。ね、待って、まさかの結婚って。待って待って待って、最近ショールーム見てた？ちゃんとちゃんと見てた？いや、ダメですよ、みんな帰っちゃ。見てた？ウランちゃん、それはないよ。誰だよ相手。胸気になってる、テロップ。え、でもね、全然そんなことない。ね、なんでよ、なんで帰んの。みんないつもいてくれるじゃんか。ゼロ日婚、ゼロ日婚ってさ、本当にありえるのかな、ありえんのかな。全然見えてないです、すいません。全然いいよ。結婚発表だったら見ていられないんで失礼します。違います、結婚発表じゃないわ。なんでよ、なんで結婚発表なの。うん、よし。やす、1983歳、久しぶり、ありがとう。虹、覚えてくれてたとことに驚きですよ。覚えてるよ、覚えてるよ。逆に忘れられた、忘れられちゃったかと思った。ショールームで結婚発表する人いる？まずね。え、これテロップさ、むずいね。なんて書いたらいいんだろう。まあでも、まあでもでも、なんて書いたらいいんだろうね。そうやって聞いたことないなって。何、結果発表？X にサーロの結婚発表かってポストしてやめてください。違う、違うから。違うから。うん。待って、そんなそんなそんな、ちょっと待って、みんなみんなちょっと待って、違う。そうだよね、 A だよね、 A だよね。はしかないんだけど、コメント欄。何、このタブ、めめさんのあの次ある？うん。帰んないでよ。ダメ、帰んないで。ダメ、帰んないでください。普通に重大発表。これ重大発表かな？重大発表ですね、確かに。そうだね。そうだね。4年間。そうね、4年間。4年半ぐらいか、4年半ぐらい、そう、ショールームやってたんですけど、そう、ショールームを、そう、ショールーム、いや、でもね、みんな、最後まで聞いてください、ちゃんと。最後まで聞いてくださいね。最後まで聞いてくださいね、皆さん。これからはインスタライブにします。あ、インスタライブもね、したいなって思ってるんですよ、私。うん。インスタライブもしたいなって思ってて。皆さんまだ、まだ聞いてください。なんだ、私何も話してないです。いや、YouTube はしない。YouTube はしない。うん。ショールーム、そう、ショールームね、AKB に加入してから、4年半ぐらい、4
4年半ぐらいかな。4年半ぐらい、まあ4年半ぐらいですかね、約。そう、ショールーム配信やってきたんですけど、そう、 AKB 卒業してからも自分のアカウントを作って、そう、ショールームさんにそうお世話になってたんですけど、ショールーム配信、ショールーム配信をして、そう、ファンの皆さんとコミュニケーション取ってて、すごいそれ楽しくて、そう、でもね、みんな違います、これ前向きなの、そう、すごく、っていうのも皆さん、もう配信しなくなるんだってさ、配信もうないんだって思ったでしょ。まあ、インスタライブもありますし、3月の上旬、本当に上旬、3月のもう上旬ぐらい、もう上旬、うん、3月の上旬には必ず皆さんにまたお知らせするので、それまで待っててほしいです。うん、そういうことだから、まだ配信あるし、そう、あ、だからそうだよ、みんな3月の上旬ってさ、もうみんなの知っての通り、2週間もないですからね、皆さん2週間あるかないかですからね。そう、またお話できるようになるんで、皆さんそれまで待っててください。うん、待っててください。あ、でもショールームは今日は本当に多分ラストです。多分というよりラストです。はい、そう、でもなんかさ、私、でもショールームがラストになることもね、本当に数日前に決めたんですよ。そう、数日前に決めて、なので、でも、もっとね、早くね、お知らせしようとも思ったっちゃけど、でも絶対さ、みんながさ、寂しいって思うさ、そう、急に終わるやんって言うけど、そう、でもずいぶん前から言うと、ファンの皆さんはきっと寂しいっていうさ、悲しい気持ちになる時間が長くなるなって思ったので、当日ですけど、そう、今日発表させていただきます、ショールームにて。うん、そうそうね、直接会ったりしたいんだよね。そう、それはすごく私の願いです。でも AKB の時ももちろんそうだけど、これからはより一層そう、皆さんの力が必要なので、たくさん見に来てください、配信とかするとき。うん、そう、皆さん会いに来てくださいね、必ず3月の上旬にはお知らせするので。そうそう、そういうことをわさっぴさん、配信通ってくださいね、皆さん。そう、あ、インスタライブしようと思うんで、皆さん、うん、配信皆さんたくさん通ってください、たくさん通ってください。そう、うん、だってね、みんな1ヶ月前とか2週間前とかにさ伝えたら悲しくなっちゃうでしょ、みんな。そう、うん、インスタライブ見てね、みんな。インスタライブしたいの、インスタライブ私全然してないんですよね。うん、そう、見に来て。そう、なんかみんなが寂しいって思う時間を短くしたいなって思ってたのと、それが一番大きいけど、でも割と最近決めたの、最近
ちゃんと今日ラストっていうのを決めたので、そう普通に寂しいを予告してくれてたら心構えできたのに、それはごめん。でも絶対もっと落ち込んでたと思うよ。そうだから、そう今日でよかったんだよきっと。え、予告してくれてた方が嬉しかったそれはごめんなさい。え、そうだよそうだよそうだよ、 CO007 さんが言うように、そう別の形の配信になるから、そうあのそうだよ大丈夫、みんな寂しくないよ、今までと変わりません、何にも変わんないよみんな大丈夫だよ、ただショールームはしないよっていう、そう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 だね、必ず皆さんお知らせするので待っててください。そうそう、私がいろいろ慣れるまで待ってて、今外食中なのに、それはごめんそれはごめんよ、今来たんだけど状況がないって、そうだよねそうだよね、うん、12日の公演で次発表した時の衝撃の方が上だ、 そりゃそうよ、話してたらごめんだけど泣きすぎて聞けてなかった、ショールームやめてたりす待って待って、そんなうらんちゃん泣かんでよ泣かんでよ、うん泣かないで、あの3月の上旬にはお知らせするかな、待ってて、そうインスタライブとかするからさ、そうだね、次のやつするまでにいろいろ慣れるまで数日間待っててほしいです、ほんの数日なので皆さん待っててほしいです、そうターボーさんハートありがとう、そうでもさあれなんだよね、ショールームさもう4年半ぐらいやっちゃうからさ、配信のやり方もう当たり前にわかるじゃないですか、わかるし、こうもう座ってこうピッと押してさすぐ会話ができるじゃないですか、そうなんかホームみたいな感じじゃん、でもさ新しくなったらさわかんないよね、また一からだから、そう勉強しますね、うん、そうラスト今で、今までありがとうって、こちらこそありがとうね、でもあの皆さんバイバイじゃないので、あの次のステップでも皆さん一緒に楽しんでいきましょう、みんなの力貸してください、うん、そうほんの数日、次の配信はギフトとかあるんですか、うんあるよあります、画面横はショールームだけだもんな、え画面横ってショールームしかないんですか、逆にそうなんだ、そっか、そうだね、おみじゅうが最近始めましたもんね、ショールームショールーム配信ラストっていうことで美味しいお選別送るねって、ありがとう楽しみにしてる、うんまた話せるよ絶対、うん
ね、お別れじゃないのよ皆さん、お別れじゃないですよ。うん、あ、数日元気でね、ありがとう。数日だからね、本当に。あ、その数日間、あの、ショールームしますねって言おうとしちゃった。インスタライブしますね、じゃあ。そしたら寂しくなくない？うん。ショールームに課金してまだギフト投げてない分返金できないのかなって。待って、そんなのあんの？そんな仕組みあるんですか？ストラドレイトさん、ハートありがとう。ゆうちゃん、ハートありがとう。本当に別れじゃないよ、別れじゃない、むしろ始まり。うん、インスタは大丈夫です。なんでよ、なんで、なんで寂しいこと言うな。今まではインスタ配信したことあった、うん、インスタライブね、3回ぐらいしたことあるかな、3回ぐらいしたことあるかな。ねえ待って、なんでテンション下げなの、上げてよ。うん、今日で最後ならギフト全部投げる、ありがとうね。次の配信アプリ早めに教えてて。そうだよね、そうだよね、そうなんですよね。とりあえず、あの、私が勉強してちょっとでも慣れるまで皆さん待っててください。ちょっと慣れたら皆さんに報告するんで、ちょっと慣れたらみんなに報告するから待ってて。本当にこの数日なんで。浩平さんありがとう、レインボースター、シゲオ007さんありがとうね、ミラボル。しょんぼりしないでください、皆さん前向きですよ。難しいアプリはやめてねって。難しいアプリね、確かに。でも私にとってはもうショールーム以外全部難しいんで、みんな一緒に学びましょうね。みんな、あの、みんなの方がこういうの得意だからさ、あの、配信、あの、私に教えてね。うん、修行007さん、ファイトありがとう。わさっぴさん、かわいい、ありがとう。ショールームでもよかったじゃんって。そうだよね、私もショールーム慣れてるんで、ショールームの方がいいよね。わざっぴさん、かわいい、ありがとう。かわいくなれそうこんなかわいいいただいたらかわいくなれそう。結婚してって、すごい、初めてこんな結婚してみたの、ありがとう。うん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 、ドゥ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 、ありがとうね、わさびさん。ゆうちゃんありがとう。何？結婚できないって？ラストだから長めってどのぐらいしようかな。まあ1時間半とか2時間ぐらいしようかな。うん、配信どれぐらいするって。そうね、ラストもう会えなくなる。うん、大丈夫またお知らせするから、あの、3月の上旬に、もうすぐだよ。
ラストなんでギフトの返事配信中に知りたいのですか。ちょっとわさぴさん、あのさ、ちょっと人が多いから、ちょっと後でね。ダメ、ここじゃない、ここじゃない、ここじゃない。ちょ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 、配信するよ、配信するよ、だから大丈夫。うん、新しいアプリはアカウント作らなあかんから早く教えて。 OK、 萌え台詞うまくなって、待って、今の萌え台詞ですか。違いますよ、私萌え台詞苦手なんで。そうですね、二人っきりになった時じゃないとちょっと NG、 ちょっと NG だから待ってて。え、そう思った、おみじを持ってきたからさ、おみじとコラボしたいなって思ったんですけど、ちょうど終わるんです。そう、ショールームを、あ、そうですね、私上見さらのはショールームを卒業しますですね。あ、飛行機なので Wi-Fi 切れたら、 Wi-Fi 切れたりするからかな、する前にかな。ありがとうございました、こちらこそありがとうね、ちびさん、また次の場所でも待ってるよ、よろしくね。ありがとう、卒業おめでとう、ありがとうございます。でもなんかめちゃくちゃね、何、前向きだけど、あのめちゃくちゃちょっとさ不安だよね、こんなドームな空間からさ、卒業するんだもん。そう、ようやくファンスファーのサウンドアカウント知ったばっかりなのに。あ、ファンスファーさんのやつはあのインスタにも載ってるんで大丈夫ですよ。あと別にあのアカウントを消すってわけではないかな。あ、ファンスパーやってます、やってます。そう、うん、え、そう、うん、まあ一からなのでね、わかんないことだらけのことをスタートするんで、皆さん教えてくださいね、力貸してくださいね、待ってますね。そう、みんなの方が本当に詳しいからね。ゆうちゃんキラキラありがとう。さあちゃん、さらまちゃんのせいで、待って、さらちゃんのせいで何聞いてあげようじゃないか。新幹線も悲しくなって遅延してるよ。新幹線も悲しく、かわいいな。それはさらまちゃんのせいじゃないきっと。うん、教えるってショールームしか知りません。そうだよね、そうだよね、だからみんなも一緒に学んでね、で私より先に詳しくなってね、みんな。私も頑張るからさ。うん、本当だね、ぶっちゃいないね、こんな時に。でるんるんるん、うん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 、ダララララダンダラ、うんうん、新幹線は遅延させられません。わさっぴさん見える、なんか東京タワーっぽくない、これ今。ちょっと待って。
書きますね。ちょっと待ってください。今日は俺に書いちゃおう。ね、待って、嘘の情報を流さんでよ。ちょっとそんなこと誰も言ってませんよ。誰だ、ドヒエモンさん、ダメですよ。一言も言ってないからね、そんなこと。みんな信じないでください。うん、最後なんでやけくそです。ありがとね。ちょっと待ってね、今から書く。 YK さんありがとう、ハト。ゆうちゃんありがとう、キラキラ。あ、かわいい。彼氏できたってよ。誰が？ねえ、ちょっと信じてるやん、みんな。なんでよ、なんで信じてるんよ、みんな。ウェビナーの結婚するらしい。誰情報、本当に。うん。うん、ウランちゃん、よし、いきますよ。わさぴさん、ありがくまたわー、やけくそ、ありがとう。ありがとうね。うん、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 どうやったかな。うん、うん、うん、ありがとう。うん、ちょっとみんな嘘ばっかし。そう、ショールーム今日でね、そうラストなんですよ。みんないっぱい見に来てくれてありがとうございます。翼欲しいさん、ケイトありがとう。でも本当に数日後には皆さんまた会えるようになるので、会えるので、あのお知らせするんで、サーロンがちょっと慣れるまでの間待っててほしいです。うん、取れましたって、よかった。ところでサーロン元気、めっちゃ元気だよ。元気、みんなは。そうだから皆さん、またあのお知らせしたら、あのその新しい場所で、場所に皆さんたくさん会いに来てください。そう、そう、また頑張ってねって、ありがとう。また通ってね、また通ってね、ルームに。ちゃんと教えるよ、もちろんだよ。ちゃんと教えます。
これからはね、より一層ファンの皆さんの力が必要なので、私に力を貸してください。ねえ、なんか会いたいよね。確かに。うん、そう、あのまたお知らせするんで、3月の上旬に。絶対来てね、みんな。絶対来てね、待ってるからね。寂しいからみんな来てね。そう。さあ、みんなに会えるように頑張るからさ。みんな一緒に頑張ろう。結婚はないな、まだ私返事を聞いてないんで。だからダメだって、ここじゃダメだよ。うん、うん、サードのマネージャー頑張りますよ。ありがとう、ありがとう。レイちゃまとアイドルユニットするんでしょ。いや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 、びっくりした。レイちゃん、レイちゃんがアイドルユニットするんかと思った。うん、3月の上旬に言いますね。そう、静かに、そう。そう、うん。昨日結婚して言ったのに、めっちゃ面白い。返事来ないし、何日かかるのかなって。気長に待とうね。気が向いたら見に行きますね。気が向かなくても絶対来てください。ピンク画面さん、ありがとう。ケイト、ありがとう。サムの何、結婚イベント、何、結婚イベントって何、結婚式ってこと。何年後だろうね。メイドカフェで働く、あ、メイドカフェね、行ったことある。みんな、そういうのはないですけど、どんな感じなんだろう。メイドさん、でもメイドさんみんな好きそう。うん、ドライバーしてくれるの優しいじゃん。旅行行った時もよろしくね。じゃん、レイのポーズだんだんサーノのものになってきて、私は嬉しいです。私はもうどうもどうもパクりました。あ、行ったことない、意外と行ったことないんですね。どんな感じなんやろ。あのエプロンつけたお姉さんたちが働いてるのかな、こうやっていらっしゃいませみたいな感じかな。ゆうちゃん、ありがとう。キラキラ、ありがとうね。ね、さっきさ、マミーにさ、声ガラガラだねって言われたんですけど、声ガラガラですか今日。そんなよね、うん、大丈夫じゃない。ゆうちゃん、ありがとう。キラキラ。ソースさん、ケイト、ありがとう。あ、お帰りなさいませ、ご主人様。あ、それか、なるほどなるほど。今秋葉原の有名メイドカフェ店で元 NMB の選抜メンバーが働いてる。一人、すごい、絶対人気じゃん。それはピンク亀尾さん、ありがとう。ロケットかな。うん、とりあえず落ち着くために機内でリンゴジュース飲みます。かわいい、いいね、リンゴジュース、ナイスリンゴジュースね。え、私いつも思っちゃうけどさ、機内さ、リンゴジュースしかないじゃないですか。あのオレンジジュース置いてほしくない？わかる？みんなこの気持ち。ゆうたさん、ありがとう。結婚してって、
困っちゃう。こんなにいっぱい結婚してて告白されたら困っちゃうね。ありがとう。私はヨーグルッペ飲みながら見てます。お、いいね。ヨーグルッペ飲みたいな、久しぶりに。飛行機怖いって。飛行機、もう飛行機はよく眠れる場所。あ、プロポーズか。結婚して、あ、プロポーズですね。プロポーズ3人にもされることある。すごい幸せだね私。一人に絞らないと違うよ、違うよ。3名言ってくれてるんですよ。そう、私じゃない。そう、言ってくれてんの。そうそうそう、マブ立ちになって、もうマブだよ、ずっとマブ。ここに通ってくださってる方はマブです、マブ立ち。と選べないから、どうやって選ぼう、どれにしようかなって選ぼうかな。あ、また告白された。あ、プロポーズされた、ありがとう。私は空のを信じてます。みんなにそれ言われたら困っちゃうね。金ちゃんかけるた、やおー、やややややありがとう、来てくれて嬉しいよ。あ、一夫多妻制、なるほどね。え、もうマブだよ、マブ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 立ち。どれにしようかなで選べるかな。え、その決め方やめて、嫌だ。もうどこから始まったかで決まりそうだもんね。一切多夫制、あ、そっちだ。俺的には、俺はそらちゃんの羊的なもの、あ、羊的なもの、羊さんね、いいね。推しの結婚報告聞いてめちゃくちゃ喜んだ人ですね。ー素敵だよね。でもそういうのって、喜べる人って素敵だと思う、すごく。かけるたん、ジージー、ありがとう、ハート、ありがとうね。羊のショーン、羊のショーン、ショーン可愛いよね。さえちゃんのカバン持ちます。そんなこともしてくれるんですか、優しいね。かけるたん、キラキラー、ありがとう。お星様、ありがとう。ジノンショーン、羊のショーン、羊のショーン、土曜日の何時からかしてますよね。松井咲子さんの結婚聞いてぶち切れしたけどなって。どなたと結婚してますっけ。松井咲子さんって演歌の方ですっけ。ドゥ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 、あ、芸人さん、芸人さんか。あー、いたね、確かに。あれ、演歌じゃないっけ。あれ、今どなたの名前書いてたっけ。岩瀬さんだね、岩瀬さんだね、美咲さん、そうだそう、あ、ピアニストの方か、ピアニストの方か。松井咲子さんピアニストか。ごめんなさい。え、ピアニストさん、ピアニストさんか。ごめんなさい。こんばんは、秋風さん、嬉しい。みんな最後、あ、でも最後って言ってないもんね、あれでは。絶対見に来てくださいとしか言ってないもんね。じゃあルームに入んないと分かんないか。
ケイちゃんありがとう、あったか配信って。サーノと吉岡里帆さんが結婚したらマジで相手を怒るの、やめてよ。吉岡里帆さんも好きなんだね。辻野ちゃん、こんばんは。そう、今日ラストなので皆さんぜひおしゃべりしましょう。とは言ってもね、またねおしゃべりする機会すぐできるんで大丈夫ですよ。昨日みつほに会えて嬉しかったって。そっか、そうだよね。ひなのんさんの生誕祭かね。私もみんなに会いたいの。そうだから、みんな頑張ろうね。めでたいことは喜ぶ派です。素敵、めっちゃ素敵。うん、長野めいちゃん、吉根京子ちゃんが結婚したら怒っちゃう。もう怒ないでよみんな、ダメですよ。シマウマかと思った。私ですか、シマウマです。今日はシマウマです。3月の、そうよ、上旬、すぐですよ。3月の上々旬ですよ、上々旬、すぐですよ、数日後ですよ。本当に数日後だと思う、まあ、10日ぐらいあるかな、10日もあるかな。うん、やだ、襲われない、襲われない、ライオン怖い。でもホワイトタイガー好き。結婚する前にサーモンのサインください。え、それどういう、どういうあれ、結婚する前がいいんですか。でもさ、いつもサイン書くとき空野だから、別に結婚しても変わんないよ。うん、え、そうだよ、もう今月の、そう、今月の、ま、今月末はもう3月になってるんだよ。3月まで涙を流して過ごす。やから、あの、インスタライブするよ。インスタライブしたら寂しくないでしょ？パクチーさん、ありがとう、ハート。結婚後でもいいです。あ、じゃあ、って何を変わると思ったのか。そっか、私のサインには空の、下の名前しか入ってないんです。うん、俺みたいにガチ恋する年齢じゃない人は推しの結婚は素直に喜べますって。いやいや、年齢とか本当に関係なくてさ、あの推しのそういう結婚だったりそういうのを、推しの喜びを喜んでくれる、ちゃんと喜んでくれる人、喜べる人、お祝いできる人、なんていう、喜べる人ってめっちゃ素敵だなって思う。うん、だってさ、嬉しいもん。うん、お祝いしてくれたらっていうか喜んでくれたらさ、嬉しくない？うん、素敵だよね。まあでも捉え方はみんな違うんで。ごっちゃんありがとう、ケイト。コーラルリーフさんありがとね、ロケット。トゥ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 、結婚しても上の身の、上身のままで活動してねって。結婚するってまだ全然ないですよ。でも結婚だいたいさ、あれじゃない？ご結婚されててもさ、
伊佐野智美さんも高橋になってないし、結構そのままで活動する方多くないね。辻のぞみさんもそうじゃない。ゆうちゃんありがとう、キラキラ。ドゥ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 、はい、違います、まだお返事してないんでね。そうだよね、そうだった、そうだった。長谷川さん、ケイトありがとう、ハートもありがとうね、嬉しいです。もうでも、なんやかんや言ってあれですね、もう1時間ぐらい経とうとしてるんですね。総帥さん、レインボースターありがとう。なんかさ、こんなこと言っときながら、あれだね、あれだね、ちょっとずつ寂しさがやってくるね。自分でなんか寂しくないよとか言っときながらさ、なんかちょっと寂しくなってきちゃった。ごっちゃんありがとう、レインボースター。なんかちょっと寂しい、なんか急に寂しくなってきちゃった。なんかさ、もうすぐ1時間経つって知ってちょっと寂しくなっちゃった。自分で言っといて自分で寂しくなるやつね。ゆうちゃんハートありがとう、ごっちゃんありがとうね、レインボースター。ゆうたさんありがとう、かわいい。寂しすぎて放心状態ですって。なんかさ、あの配信が終わることに対しては別に、あのまた次の場所で会えるんで全然大丈夫なんですけど、この画面で話せなくなるのがなんかちょっと寂しい、寂しいね。なんかさ、ショールームってさ、めっちゃいいよね。いや、4年半やってるから慣れてるっていうのもあるけど、だからめっちゃなんかあのおうち感があって、なんかね、ほっとする。うん、そう。そう、しかもショールームさ、ショールームはさ、特にさ、あれじゃん、いや、まあそんなこともないか、そんなこともないね。どの配信でもそうか。私は好きでいてくれる方しか見てないので、そういう意味でもそうね、温かいですし、いや特にね、ソラモンルームの皆さん本当にね、あったかくて、本当にコメントにアンチとかないし、そういう意味でもすごく救われてました。うん、そう、私のファンの皆さんなんか本当に素敵だってね。全然メンバー同士で話してて全然言いました、なんかよくアンチが届くとか嫌なコメント打ってくる人いるみたいな、メンバー聞いたことあるけど、そういうのないよね。まあ過去に数回あったけど、なんかどういう意味これみたいな。でもね、全然終わりが近づいてると思うとね、寂しくなっちゃうよね。うん、うん、明日から何をして過ごせばいいのか分かりません。いや、配信するって。うん、そうだよね、次のステージに行くと思えば寂しいと思わないです。ともさん待ってるね、みんな待ってるね。あ、そう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 、あ、そう、下ネタとか、そう、アンチのコメントいないよね。そうそう、下ネタのコメントが多くて困ってるメンバーもいましたよ。そう、やっぱさ、
なんか好きそうに見えて本当は嫌なんだよって人多いから、そう人に合わせてるだけで、そう結構ね知らないとこで傷ついてたりねあるんですよ。あそうピナコめっちゃね困ってたよ。なんでわかんの？そうピナコめっちゃ困ってました、めっちゃ嫌がってた。そうえそんなコメント来るんってなって、私誰も全然来ないよって言って、下ネタだらけだったんです。本当はねピラコああ見えてめちゃくちゃ繊細なんでめっちゃ嫌って言ってたよ。そうなんだ、そうそう、くだらないコメント多くて全然くだらなくなくない？私のルームめっちゃあったかいよね。みんなのおかげですよ本当に。こんな素敵なルームにしてくれてありがとうございます。ゆうたさんキラキラありがとう。私も見たけどあれはリスナーがひどすぎる。そうなんや、私のルームのリスナーさん素敵すぎん？それみんな本当にありがとうね。4年半、そうしかも私フリーの枠にショールーム AKB 卒業してからいるので、そうなかなかね見つけてもらいにくかったりとかそうあったけど、でもそれでもそう検索して見に来てくれて毎日こうやって通ってくれて本当に嬉しかった。うん、あグラビアやると下ネタが見てくれる、うんまあそうかもね、それはあるかもね。さあのってショールーム配信はちょっとそう宮本浩一さん、あでも配信してください。ショールームはそうショールームは今日ラストですけど3月の上旬本当に上旬にお知らせするので、そこでねまたまたこういう風に会えるようになるのでお話できるようになるんで、皆さんそれまで待っててください。X と Instagram でそうお知らせするので、そう私が慣れるまでは待っててください。少しの期間だけ慣れるまで、そう次のアプリに慣れるまで、でもインスタライブその間もインスタライブとかでそうみんなに会えるようにしようと思うので、そうみんなに会えるように頑張る、そうちょっとだけ待っててください。こんばんは、国曜さんありがとう、あったか配信ありがとうね。すごい47のコールだ、ありがとう。おぎゆかさんの生誕祭ってきたけどやっぱリアルサロンみたいな会いたいよね。地球さん初めてかな、ありがとう、ハート。ショールームが一番見やすい配信なのにって、確かにそうだよね。ショールームはさ いやそんなこともないか、でもアイドルメインじゃないですか、アイドル結構ね、まあ、一般の方も言いますけど、もっとアイドルとかアイドルとか多いじゃないですか、現役の子とかさ、そうとかそうだね、なんかなんて言ったらいいんだろう、そう
そう、好きでいてくれる人が見てくれるから、ほとんどそう、なんか話もめちゃめちゃ合うし楽しいよね。X にも 念のためワンスパーのアカウントをリンク貼ってもらえますかって。 X さ、あの貼るとこがさ、待って、あったらもう一個余ってたら貼るね。余っちゃられたらインスタグラムに貼ってるから、インスタグラム見てほしい、うん、あの貼ってあるよ、インスタグラム。こないだ貼ったから。ストラドレイズさん貼って、ありがとう。うんうん、明日からショールームを開くこともなさそうですって。なんか本当にこの画面で配信ができなくなるのがちょっと寂しいね、私は個人的に。ファンの皆さんの顔忘れないでね。忘れないですよ。ゆうちゃんハートありがとう。その新しい配信もランキングがあるんだ。本当に私は何もわからない。本当に一からだから、私本当に、私インスタライブもあんまりわかんないですけど、まだちゃんとわかってないですし、ショールームしか本当にわかんないので、全部今から学びます。うん、本当にだからインスタグラムとツイッター X を皆さん、あの3月上旬特に要チェックしてみてくれたら嬉しいので、お願いしますね。なんかね、755使っていいんだったらな、俺なんだけどね、ちょっと悩むよね。一回終わってるから。悪いよ、対談されてないですよ。面白いこと言うね。着陸体勢に入ったら揺れたりし、あ、入ったから揺れ出した。 Wi-Fi 切れたらごめん。うんうん、ありがとうね。みんな応援するけん自分信じてね、ありがとう。そう、755ね、あ、そう、ひかちゃんはね、あの755終わりますってなる前に卒業してるから大丈夫なんですよ、多分。いやでも755ってさ、今まで755って今までさあれでしたよね、卒業したら終わりでしたよね。なんで使えてるんだろうね。確かにインスタライブコメントゆっくりだから見やすいかもよ。うん、あ、ぶっちゃん、ヤッホー、ヤッホー、ぶっちゃん、ヤッホーです。間に合ったね、お仕事今日9時半だけど。そう、ラストなの。なんかそう、もうこの配信では数回目なんですけど言うの、本当にラスト、今日がラストっていうことは本当ね、21日ぐらいに決めたんですよ。そう、21日ぐらいに決めて、
なんかだから今日当日にね言わせていただいたんですけど、なんかさ、だいぶ前、2週間前とか1ヶ月前とかに言っちゃうと、みんな寂しいって思う期間きっと長くなると思うから、それを短くしたくて、私はそう今日言ったんですけど、でもね、そうなんですよね、ショールーム卒業するかもしれない、ショールーム終わるかもしれないっていうのは、あのもっと前にね言いたかったんですよね、数ヶ月前ぐらいに言いたかったんですけどね、でも明確に決めたのが最近なので、ショールームをこの日にっていうのは。最近ショールーム始める子多いね。テクテクさんありがとう、レインボースター、ぶっちゃんありがとう、ってこちらこそありがとう。ナノゴーグダメならアカウント消えちゃうんじゃない、使ってるなら、残ってるなら使っても、ナノゴーグね残ってますよ。あ、フリーアカウント作った時は、フリーアカウント作った時は、違うよ、フリーアカウント作った時は普通に作りましたよ。その時は全然まだ。ぶっちゃんレインボースターありがとう。そうそうそう。そうだよね。私もなんかラスト寂しいなって言われるとなんか実感してくるからちょっと寂しくなっちゃうね。このさ、画面がね、そう、もうなんかライブ会場にいるような画面が落ち着くんですよ。なんか画面が割とあのなんかさ、青っていうかさ、なんか星空みたいな感じで。明日から研修で前乗り。あ、なるほどなるほど、移動中だったのね。明日も忘れてショールーム配信してたりしてあるかもしれない。ぶっちゃんペンライトありがとう。初めてのペンライトだ、これ初めて見るペンライトありがとう。そうだから昨日は絶対に明日はショールームに来てくださいっていう風に言いました。そう、もやもやさせちゃったよね、ごめんね。でも本当にすぐまた話せるようになるんで、皆さん、私が新しい配信になれるまでの間、皆さん待っててくれたら嬉しいです。そう、本当わかんなすぎて、そう、もう本当に一から覚えるので、一からね覚えるので、ちょっとでも慣れるまであと数日待っててください。数日で慣れるか分かんないけどさ。コヘイさんありがとう。ケイトとハート、次の SNS は何なのって。次の SNS はまだ発表してなくて、次の SNS 発表するのは3月の上旬です。明日から何を楽しみにして仕事したらいいのか、それはもうあのインスタライブとかできたらやっちゃおうかな。いつきさんハートありがとう。しけんさん今日で終わりですけど、あ、ありがとう。なおさん嬉しい。ちょっと待って、ぼちぼちやりながら慣れればいいよって、みんな支えてね、教えてね。ちょっと待ってね、なんさん。ゆうたさんありがとう。二次常連ってありがとう。二次十みたい。
ーラルリーフさんハートありがとう。あー国陽さん頑張ってまたねっておやすみなさいってありがとう。また SNS を見てまた次のところで会いに来てくれたら嬉しいので待ってます。ありがとね。おやすみ。ソースイさんありがとう。レインボースター、はい、ナンさんお待たせしました。ありが10連虹タワーありがとね。いくよせーの、うん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 ありがとう。うん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 イエイ。猫3匹とジョンさん、カラスのカンコさんありがとう。ケイト最後なのにゆっくり見れないのうつ。もう新幹線座れたから見れます、見れます、見ます。おありがとう来てくれて。嬉しい。3400ありがとう。みんなたくさん見に来てくれて。トゥトゥトゥ虹の列車が時刻通りに夢に向かって出発するぞ、出発するよ。パツするよ。初日旅だ。出発す。初日の列車が時刻通りに夢に向かって出発するよ。君と一緒に旅立ちたいんだ。すべて捨ててやってこい。毎回胸が熱くなるよなってね。虹の列車ってねダンス難しいんですよ。細かいんですよ。なんかそうだから最初の頃覚えるのが大変だった。トゥ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 。じゃあ何分に終わるか決める。何分に終わるか決めようか。じゃあ切りよく10時になったら配信終わりますね。なので今から47を歌います。10時になったらランキング読もうか。じゃあ10時ぐらい。8時半に始めたよね。だってですかね。まあでも別に10時ぴったりとかではないんで。よし。でも急に歌ってさ歌えないんですよね。なんかさカラオケ行ってもさあれじゃん、こう最初の数曲はさうまく歌えないじゃないですか。ちょっとそれが悲しいですけど歌いますよ。
フランちゃん、レインボースターありがとう。ゆうちゃんありがとう、ハート。いやでもちゃんとぴったりにとか終わるとかじゃないんで、皆さん目安ね、目安。とりあえず最後なんで47歌います。あ、何がいい？47と、じゃあ2曲ぐらいにしようか。何がいいかな。何がぽいですか。タラランランラン。そんなのじゃないにしようかな。なんたってエイトちゃんなんで。あ、金木犀ね。ちょっと待って、金木犀はさ、あの歌いたいですけど、金木犀は、まあ、金木犀いいですよ。でも金木犀歌えるかな。あ、なんでテロップ押しちゃってるんだろう、私は。あ、卒業公演思い出したい。なるほどね。さよならじゃない、歌いたい。歌えるかな、歌えるかな。いや、さよならじゃない、それがあるんですよ。だから歌いたいんですよ。ちょっと失敗しちゃった。タラランランラン。え、ちょっと待って。タラランラン。ダンダダンダン。リハーサル中ちょっと待って、リハーサル中。みんなコールしてくれたのにごめんね。ダンダダンダンダダン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 ダラララララ、ダンダダンダンダダンダララ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 ンランラン。 OK、 これね、にっこりか、挨拶から始めよう忘れたんですね、私は。じゃあ行きますよ、皆さん。
ジャンカ。ジャジャンカ。ドドゥドゥドゥ。ダンダダダダダンダラララララランランか。これか。続いて、ね、何がいいかな。何がいい？何がいいかな。じゃあ待って。そうだな。わかった。決めましたよ。決めましたよ。これさ、あ、まあいいか。ちょっと待ってくださいね。探すんでその曲を。過ぎちゃったかな。過ぎちゃったかな。出てきておくれよ。もしかしてない？ないかも。ないのかな。ねえみんな、ギブミーファイブってないんですか。あ、あるね。あった。ギブミーファイブがないかと思いました。ありました。
じゃない、ちょっとへこむ日があって。
懐かしいね。約束よってないんですか？約束よってないんだ。みんな知ってた？約束よないんだって。私他何歌ったっけ。約束よない、約束よないらしい約束よないらしいわ。どうしようかな。約束よないらしいわ。約束よない、本当に。何がいいかな。なかったぜ、なかったぜ。ああいいね。え、でもそれしんみりするけど、あ、まあいっか、47があるもんね。あ、私が歌おうって思ってたのこっちだったっけ。何個書いたんだよね。しみきちゃったよね。あの日の歌が流れ、時計が巻き戻されて、涙が止まらなくなった。記憶の宝物、何もわからないまま夢を見てた私に手を差し伸べてくれた。一番大事なこと、前を向いてることだ。うなずいて元気が出た。あなたがいてくれたから、どこまでも歩けた。誰のせいでもなく
私よりも幼すぎて何も見えず我がままを生きてた日々、大人になれたでしょうか、いくつもの涙流してようやくここへ帰ってきたよ。ああ大きな支えは本当にあなたがいてくれたから、いい曲、思いっきり最後外しちゃったけどね。なんだったっけな、あと一つあるんだよね。あと一つあるんだよな。なんだっけ、なんだっけ。あなたがいてくれたとさ、なんだっけ、あなたがいてくれたからと、なんだっけ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 、あ、桜の花びらたちね。桜の花びらたちが咲く頃ここにいたこと、え、待って、あなたがいてくれたからに似てるやつなんですっけ、教えてください。違う、なんだっけな。ファンレッターってさ、一人で歌えるもんなのかな。ファンレターね、ファンレターな、ファンレター、待って、 あなたがいてくれたからもやばいけど、ファンレターね、ファンレター泣いちゃうんだよね私。いい曲すぎてファンレター泣いちゃうからな。そもそもさ、待って、ファンレターないかもしんない、もしかしたら。ちょっと待って、はーひーひー、ファ、あ、ファンレターないかも。ファ、ファーストラビットならある。ファンレターないよ。残念。ファンレターって言ってくださった皆さん、残念。ファンレターないです。
ワンレターなかった。夢の川いいね、夢の川いいね。ワンレターはないけど、指定のレクイエムならあった、うん、あ、指定のレクイエムあるよ。ここはどこなのだろう、空を見上げて探した星、私いつの間にか一人はぐれてしまったよ。
皆さん準備できてますか？誰かのこと
埼玉、千葉、東京、神奈川、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、ねえ、全然違う。もう一回歌いたい。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら愛これもう一回やってできるもんかな。これもう一回やってできるもんかな。同じ成功したんですよ。でも やめてください。嫌だ。これ
え、嘘でしょ。この3回も台風来るとは思わなかったです。やっぱりエイトちゃんですね。成功しました。いや前回がさ一発で成功したんですよ。普通にカラオケ配信をして、そう自分でも感動したんですけど、そうすんなりいけたんですけど、今日は調子が悪かったですね。でも最後ねカンニングせずにいけましたよ。なんかねコメントを読んじゃうと間違えちゃう可能性大なので、あえて、そう、ああ、3回ぐらいでできましたかね今日は。
皆さん3回もお付き合いしてくださってありがとうございました。うらんちゃんかわいいタワーありがとう。待って、何スイーツタワーありがとう。なんとか言えてほっとしました。私もほっとしましたよ。もうとってつもなくほっとしました。ほっとしました。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。テイク3ありがとうございます。テイク3もお届けしたの初めてですね。コンサートでもないよ、テイク3なんて。コンサートなんて一発だからね。本当にさ、私絵描けないね。本当に絵描けないんだ。あ、でもまあまあ可愛いかも。超可愛いじゃんこれ。おお、めっちゃ可愛い。描けました。10回は覚悟しました。10回ちょっと朝が来ちゃうね。10回歌ったらよしってことでね。はい、こちらです。どう、パフェ。せーの、うらちゃんありがとう。待って、はい、いきますよ。可愛くないこれ。結構可愛いと思うんですけど。やばい。イエイ、ありがとう、うらちゃんありがとうね。はい、ってことで皆さん、ショールーム配信約4年半、4年半ぐらいかな、うん、4年数ヶ月、皆さん見てくださって本当にありがとうございました。ショールームね、ショールームって本当に一番思い出が多いかなってぐらい、私の活動において本当に大事な時間で、そう、みんなには本当にね、たくさん支えてもらいましたね。そうね、コンサートでさ、もうさ1ヶ月東京のホテルとかに泊まってる時とかも結構ね、寂しいなって思う時間結構多かったんですけど、そう、レッスンから帰ってきてホテルの部屋でショールームしてみんなに話聞いてもらったりとか、そう、お話し会の後のホテルでもファンの皆さんと会話したりとか、そう、ご飯食べながらお話聞いてもらったりとかさ、ご飯一緒に食べてもらったりとかさ、そういうなんか何気ない時間がすごく私には大事で、すごく必要な時間でした。そんな時間にすごくね、みんなに支えてもらってたんで、本当にありがとうございました。あの、でもショールームは今日で最後ですけど、4年数ヶ月続いたショールームは今日で一旦ね、終了、一旦終わるんですけど、でもまた違ったアプリの方でね、あの、配信させていただきますので、そう、3月の上旬にはね、あの、みんなにお伝えするので、 X とインスタグラムを見て待っててくれたら嬉しいです。あの、インスタライブとかしようと思う。あの、みんな寂しいと思うので、
はい、ってことで皆さん4年何ヶ月かな4年何ヶ月4年何ヶ月かな2ヶ月ぐらいかな、見てくださった皆さん本当にありがとうございました。じゃあまた3月の上旬からまた会えると思うんで皆さん、あでもそうですね、インスタライブはまあ気が向けばするので、インスタライブもしするよってなったらストーリーでお知らせしようと思うんで、皆さんその時はタイミング合う方はインスタライブ、インスタライブタイミング合わないとなかなかなので、タイミング合う方は見に来てくださったら嬉しいです。ってことで累計ランキングと、そうですね、累計ランキングライブランキングをね読ませていただきますね。よし、じゃあまずは累計ランキング、上位20名読ませていただきます。20位はやすさん、ありがとうございます。19位はおけいちゃん、ありがとうございます。18位はまごころさん、ありがとうございます。17位はピンクかみおさん、ありがとうございます。16位はゆうちゃん、ありがとうございます。15位は翼欲しいさん、ありがとうございます。14位はぶっちゃん、ありがとうございます。13位はごっちゃん、ありがとうございます。12位は雨宿りじんべ弟くん、ありがとうございます。11位は総水さん、ありがとうございます。10位はトカチンさん、ありがとうございます。9位はシゲオ007さん、ありがとうございます。そして8位はカラスのガーコさん、ありがとうございます。7位はナンさん、ありがとうございます。6位はドマさん、ありがとうございます。そして5位はヤス1983さん、ありがとうございます。そして4位はウランちゃん、ありがとうございます。そして3位はユーティーゼータさん、ありがとうございます。そして2位はワイザップさん、ありがとうございます。そして1位は国用さんでした。ありがとうございます。累計ランキング皆さん本当にたくさん、イベントとかもねいっぱい協力してくださって本当に嬉しかったです。ありがとうございます。てことで次はライブランキング13位から男女を読ませていただきます。13位はヤス1983さん、ありがとうございます。はい。そして12位はまごころさん、ありがとうございます。はい。11位はゆうたさん、ありがとうございます。はい。10位はテクテクさん、ありがとうございます。そして9位はカラスのカーゴさん、ありがとうございます。そして8位はゴッチャー、ありがとうございます。8。はい。7位はシゲオ007さん、ありがとうございます。そして6位はぶっちゃん、ありがとうございます。そして5位はオーケーちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして4位はナートマークサラちゃん愛おしい
かわいい、今日も大好き、ありがとうございます、イエイ。うんうん、そして3位はウランちゃん、ありがとうございます、うんうんうん、はい。そして2位は黒曜さん、ありがとうございます、うんうんうん。そして最後の1位はドゥ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 ン、ワサップさんでした、ありがとうございます、うん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 、はい。皆さん本当に本当にたくさんたくさん見に来てくださってありがとうございました。それではね、もうこの配信ルームで会えなくなるのはちょっと寂しいですが、また次のねルームで会えるので、皆さん次のルームでたくさんおしゃべりしましょうね。ってことで皆さん、ねえ、ほんと確かにね、男女オバタ、そうね、最後はみんなさ、あのカラオケもできましたし、カラオケで最後らしい曲もね歌えましたし、ショールームでもいっぱいおしゃべりできたのですごく嬉しかったです。皆さんってことで、めちゃ長く配信してしまい直したが、何時からしてたっけ、2時間半ぐらいしてたかな、902時間半ぐらいしてしまいましたが、皆さん長い時間見てくださって嬉しかったです。また会いましょうね。本当にさ、都道府県言えてよかったよ、うん。ってことで皆さん、揃う、本当にアバター揃うの、みんな持ってんのかな、みんな持ってないかもよ。アバター撮影する、いいよ。お、すごい、アバターが着々と切り替わってる。揃うかな。でもルーム抜けちゃってたらあれだね、できんかもね。あと2名かな。変わるかな。もうもしかしたらいないかもしれないけど。お、あと1人。ウランちゃん見てるかな。ウランちゃん見てるかな。見てる？ウランちゃん。だんだん変わってきたね。いないかもね。ウランいるってみんな言ってる。いないかもしんない。もしかしたら。ウランさんいいって呼ばれてるけど。いないね。電波悪いのかな。新幹線って言ってたもんね。新幹線って言ってたから、もしかしたら電波悪いのかも。知らないね。おらんかもね、これは。いないかも。まあそんな日もあるさって感じですよ、皆さん。いないね、きっと。これはいないですね。ウランちゃん、ウランちゃん、そう、新幹線だよ、新幹線だから電波ないかも。とりあえずじゃあ皆さん撮ってくださいね。いきますよ、うん
はい、ってことで皆さん見に来てくださってありがとうございました。あ、そう、ショールームが今日で最後なんですけど、ショールームはね、でもそう、また違ったところでね配信させていただくんで、その時は見に来てください。3月の上旬にお知らせするんで、3月の上旬にインスタグラムと X を要チェックしてください。はい、今まで本当に楽しかったです、ありがとうって、こちらこそみんなたくさん見に来てくれてね、応援してくれて嬉しかったです。次の配信でもまたお会いしましょう。そう、どこで配信するっていうのをまた3月の上旬にお伝えしようと思うので、私が配信慣れるまで皆さん待っててください、うん、はい、ってことでね、みんな見てくれてありがとうございました。じゃあ皆さん、じゃんけん、ショールーム最後のじゃんけん、みんな勝てますかね、私に勝てますかね。いきますよ、せーの、空のじゃんけん、じゃんけん、ブン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 、イエイ、みんなありがとうございました。どうもどうもでした。皆さん本当にたくさん見に来てくださってありがとうございました。皆さん、ショールーム4年半すっごく楽しかったです。みんなありがとうね。またでもいつか戻って、ごめんなさい皆さん、なんだっけ、今ね、最後の最後に私電源切るボタンを押しちゃった、ごめんねみんな、許してください。ちょっと止まったでしょ、止まったやろ、みんな許して。じゃあみんな、また3月上旬からお会いしましょうね。もしその前にインスタライブとかしたときは、するときは皆さん見に来てくださいね。ってことで、これからもたくさん楽しい思い出一緒に作っていきましょう。皆さん、これからもたくさん一緒に楽しい思い出作っていきましょうね。ね、みんな、またすぐ会いましょう。ショールームありがとう、みんな見てくれて、ショールームすっごく楽しかったです。みんな今日の写真よかったら送ってください。はい、記念に。じゃあみんなありがとうございました。みんなおやすみ、またすぐ会おうね。ありがとうね、ショールーム見てくれてありがとう。最近夜配信がすごく多かったけど、まあ、これからも夜配信多めになるとは思うんですけれども、皆さんお仕事終わりだったり学校終わりだったり、たくさん通ってくれたらすごく嬉しいので、皆さん待ってます。ってことで、今日も一日お疲れ様でした。
皆さんショールーム4年ちょっとの間見てくれてありがとね。おやすみなさい皆さん、ありがとうショールーム。はい、ってことで本当に本当に11時ぴったりなので終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。